どうも、ウテ抜きです。どうも、トナシです。今回は何も思い浮かばなかったんで、完全に営業に任せたフリートークでお送りします。何も浮かばない。これ何し、帽子かぶってんの？ナイトキャップ。夜だからね。ちょっと眠い。すいません。しばらく前に気づいたんだよね、渡辺氏意外と白があるって。そう、全身白だけど白いところもある。あ、画面越しじゃ全然わかんねえこれ。さて、昨日ちょっと中の人たちと話題になったんですけど、俺たちってなかなか見かけないんですよ。渡辺氏は割といる。何が言いたいかっていうと、ネット上探しても俺が出てこないんです。おとなしはいる。なんかまず俺たちのこのシリーズ、このいつ見るサーフィングしてるやつ、これがね、なかなかないんだよ。結構古いシリーズだからね。おとなしはあるけどね、キャンプのシリーズ。俺の仲間を知ってるよって人、ご一報ください。さあ、俺に公式サイト見てたの、なんじゃ、俺公式サイト見てたの、ベフトリックの。うん。そしたらさ、俺たちの情報のところにさ、なんかすぐ音鳴らしちゃうって書いてあったの。あら、なんか弱いのかな、やっぱり。かもね。冷たいもの食べるとすぐお腹にくるよね。うん、うん、私も違うけど。ところでさ、ね、ところでさ、クラフトフリック好きな人たちってさ、俺たちが喋ってるのどう思って見てるわけ？うん、がっかり。もうがっかりだよね、こんな声だし。うん、だろうね。夢壊してるんだろうね。うん、うん、間違いない。とりあえずさ、何も浮かばないからさ、ちょっと交互にかっこいい言葉言っていこうぜ。やってみる。言っていこうぜ。しないで動画で尺が全然短いんだこれ。じゃあ俺からに。Time is money. Yeah. 言われてないし。さすが結構。そうだね。うん、いいと思うよ。でしょ。じゃあ、俺は渡る世間に鬼はなし。いえ。里芋の肉の足。私なんかあれだね、和風だね、さっきから。でしょ。オッケー、じゃあ俺はモンサンミッシェル。いえ。うん、うん、レンコン。俺分かったよ。待てなし、根菜縛りしてるでしょ。バレた。せて、よくわかりませんが、そろそろ終わりにしましょうか。うん、そうしよう。もうこんなの無意味、意味がない。そうですね、そうですね。うん、せて、では今回はこの辺で終わら
らせていただきます。すいませんでした。なんかごめんなさい。ではまた会いましょう。いや違うな、また明日会いましょう。じゃあ俺はお風呂入ってきます。ついつい。お楽しみもネットキャップかぶってるから寝ます。バイバイ。カメラカメラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。パソコンの方はこちら、はい、こちらのキット200からチャンネル登録お願いします。ツイッターもやってるんで、こっちのアヒルさんからお願いします。スマートフォン、タブレットの方は下の概要欄からお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。おっと、よろしくね。お願い。たぬきさん、ちょいやんとコールにしてね。お風呂上がりのアイスだよ。